鳥山明さんの漫画が原作のテレビアニメドラゴンボール超スーパーフジテレビ系の第129話限界超絶突破身勝手の極意極まるが4日放送される孫悟空が身勝手の極意に目覚めその力が極まる第129話では次レに対抗できず脱落寸前だった悟空が3度目の身勝手の極意に目覚める 自連の攻撃をかわし、逆に重い一撃を与えるが、自連も応戦。身勝手の極意状態の悟空でも、その攻撃をかわし切ることができない。両者一心一体の攻防となり、二人の攻撃の圧力によって、周囲の部部隊は次々と崩壊。神々が見守る観覧席までもひびが入り出す。攻防を繰り返すうち、ついに自連の息が乱れ始めるも、自連は、 さらに気を高めて、全力の一撃を悟空に叩き込む。だが、悟空の気が減ることはなく、むしろさらに高まり出す。ドラゴンボール帳は、鳥山さんが手掛ける、完全新作のオリジナルストーリーで2015年7月から放送。孫悟空が、ブーとの戦いを制した後から、物語が始まり、破壊シーン、ビルスと悟空の出会い。 復活したフリーザや悟空ブラックとの戦いなどが描かれている。放送中の宇宙サバイバル編は、悟空たち第7宇宙の10人の戦士がチームとなって、各宇宙対抗の武道大会、力の大会に挑む。富士テレビ系で毎週日曜午前9時に放送。